班のみんなもすっごく盛り上がってて楽しかったぞ。みんな息がぴったりで最高のパフォーマンスだったよね。おう、天子、ちょっとだけミスしちゃった。でも天海さんとシーカさんフォローしてくれた、ありがとう。仲間なんだから当たり前だよ。そうですよ、天花ちゃんと一緒のステージに立ててとても楽しかったです。うん、て、天花も楽しかった。私たちこのまま行けばラストステージに行けちゃうかもですよね。はい、ステージに立てるように頑張りましょう。いえ、必ずステージに立ちましょう。はあ、いえ、初戦を突破できたのは嬉しいですけど、今はこれからの不安の方が大きくて。初戦を突破できたのはみんなの実力です。でも勝ち上がるにつれて周りのレベルもどんどん上がっていきますよね。いつまでもうまくいくとは限らないです。今まで以上にレッスンしないと。確かに琴葉の言うことも一理あるわ。これからも気を抜かずにいかないとね。そうですね、まだ戦いは続きますから。戦いはまだ続いちゃうから適度に気を抜くのも大事だよ。どっちも大切だよね、レッスンもみんなとの時間も。もちろんメリハリはつけるつもりだよ。だからレッスンを増やさせてほしいの。ルーフスの名前が決まった時みんなの気持ちが一つになった気がして、それで思ったの。今より絆を深めることができたらルーフスはもっと上を目指せるようになるって。琴葉さんはそこまで考えていたんですね。さすがリーダーです。うん、よし、次のライブに向けてもっと頑張っていこう。それともう一つ、私はリーダーとしてまだまだ未熟。レッスンの時もそう、みんなを引っ張っていきたいと思っているのに、今はまだ支えてもらっている状態だから、私がもっとリーダーとして成長できればみんなのいいところを引き出せると思うの。おお、琴葉ちゃんの熱い思い伝わりました。具体的にどうしていきましょうか。私がリーダーとして成長するため、そしてルーフスの絆を深めるため、ルーフスのみんなで合宿をしたいです。勝手なことを言ってすみません、プロデューサー。いいでしょうか。プロデューサーさん、琴葉さん、ご心配なく。社長には私の方から言っておきますから。シーカさん、ありがとう。やったー、合宿だー、みんなでお泊まり楽しみだな。私も楽しみ。でもレッスンもしっかり頑張らないと。